はい、皆さんこんにちは。ということで、今回もチャンピオンズミーティングスコーピオ杯ということでね、やっていきたいと思います。もうね、何回目ですか、チャンピオンズミーティングね。だいぶ回数重ねてきましたけども、今回は決勝ラウンド、グループ B のね、決勝ラウンドということで、まあさすがにね、やっぱなんかね、当日仕上げるチャンピオンズミーティングみたいな、なんか、だんだん締まりプレイみたいな感じになってきてるんだけど、やっぱ、むずいね、とにかく。はい。ということで、ちょっとじゃあいきますか。レースね、まだ見てないからね、今から見ます。はい、ということで、今回は、待機シャトル、グラスワンダー、メジロライアンという感じになっております。まあ、一番仕上がったのはやっぱ待機シャトルかなっていうところで、まあ、ほぼワントップというか、先行で逃げ切るっていうか、まあ、最終的にはまあ抜き去る感じでいきたいんだけどね、まあ、どんな感じだろう。まあ、他の人の仕上がり具合にかなり依存してるかなってところはありつつもね、まあ、ちょっと見ていきますか。うん。どうなんだこれ。逃げいる？逃げいなければ結構、ああ、でもいるか。鈴鹿か。一人逃げって感じか。まあそこどうかな。はい。まあ見ていきますか。一応見ると、まあこの第一シャトルが一番仕上がってる状態と。いうことで、まあ中距離 S 取れなかったんだけど、まあ取りたいのが大概取れたかなっていうね。なんか中距離 S になったやつもいたんだけど、今度マエストロ取れなくて、ちょっとスタミナに難ありというところで、まあ、今回はこの型にしましたね。うん。で、あとは、まあグラスワンダーとか、まあちょっとデバフ入りの、まあ逃げとか先行を潰し、あとまあ独占力っていうところで、まあグラスワンダーはちょっと賢さ高めと。いうところ。そして、まあ、メジロライアンは結構もうお祈りなんだよな、これ。これ、ぶっちゃけ、今回用に育てたやつじゃなくて、うん、まあなんか前育てたやつで、まあ、みたいなやつがいたから入れたって感じで、まあ、総じて仕上がり的にはマジでかなり甘いんだね。はい。なんで、まあ、グループ B といえどもって感じなんだけど、ゴルシ一番人気なんだね。ちょっとじゃあ行きますか。これどういう帽子？あ、なんかでも、すごいな。どういうこと？うん。あ、S なんだね。中距離 S か。なるほど。まあ、ちょっとまあ見ていきますか。一旦ね。ちょっとわかんないけど。GO。どうなんだろうね。ちょっとグループ B わからんわ。さあ、始まりますね。スコーピオ杯ということで。いやー、でもまあ、なそこそこの仕上がりなんだよね。まあ、一旦ね、ブロンズ確定といえども、展開見るか。どんな感じなんだろう。ナイブ2番人気か。うちの待機シャトル。悪くないと思うんだけどな。まあ、鈴鹿はどんぐらい、まあ、とどめておけるかって感じなのかな。さあ、あれ？ああ、でもまあ、逃げ先行なんで、まあ、こういう感じになりますもんね。いった結構後ろが多いんだね。なんとなく見るに。だすごい速いですね。鈴鹿と待機シャトル。どうすんだろうね。あんま飛ばしすぎも怖いな、待機シャトル。まあ、でも意外に食らいついてる感じはするけど、すぐ後ろって感じで。まあ、逃げなんだけど、そんなに逃がしてないというか。あっという間だな、中距離って。もうなんか終わりそうだもんな。さあ、中盤スリー来て。先行はいないんだな。先行に対してのデバフがあんま下がってない感じですけど。さあ、ライアンがすごい落ちてるな。まあ、この辺からみんな上がってくるからか。さあ、どうなる？さあ、お、
会社ドルのスキルが発動してるね。あ、一番になった。こっから逃げ切ってくれればもうマジでいいんだけどね。どうなんだ、数字上がってくる。あ、でもグラスワンダー3番。どうなんだろう、これは。でも成田ブライアンも結構上がってきてるな。あ、でも大丈夫そうだな。あれ、これいけるかも。いや、でも分かんない分かんない、残り距離。あ、でも鈴鹿も粘ってるな。あ、でも大丈夫か、これいけるんだ。来んなよ、なんか変なの急に来んなよ。あ、OK いけたね。あれ、これどうなんだこれ、あの称号は。いけたね。よかったよかった。何やかんやグラスワンダーは2番手だったね。おや、 B グループ1位取れましたな。ちょっと着順見るか。まあ、成田ぐらい上がってきてたけど、まあでもまあそうか、まあそうか、まあちょっと捨てがやっぱ高いか、これはさすがにって感じがするな。うん、なんかスキルパワーがかなり高いし、まあまあ最低限入ってかどうか分かんねえってレベルだけど、まあスタミナもまあ盛りって感じだ。まあまあ剣回復に済みだしね、まあ、ギリギリに持ったって感じなのかなこれ。うん、そうですね、なるほど。はい、まあでもいただきました。1着、2着。ちょっと、まあ、ライアンもちょっと落ちちゃったけど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今回、今週何？お、ゴールドまで行くんだ。あ、てか悪くないな。全然いいじゃん、なんか報酬。なんか久々の、久々のってこともないけど。グループ B だったからどうかと思ったけど、結構うめえな、なんか。ありがとうございます。ということで。いやー、ありがたいですね。ありがたいことに、スコーピオ杯もゴールドいただきました。ありがとうございます。じゃあ、おさらいというか。はい、ありがとうございました。まあ、この出走の情報だけ見ようかな。メジロライ、あ、違う、待機シャトル。これ一応、今回のエースということで、育てていた、待機シャトルですね。はい、まあ、そうね、まあ、先行スキル、激盛り、上がってきた、で、マエストロ食いしん坊で、まあ、中距離エースにはならなかったけど、まあ、スピードカンストって感じで、まあ、悪くはなかったのかなというところですね。はい、まあ、やっぱり逃げに対してそれなりに食らいついていってたっていうのがまあでかいのかなと思いますね。うん、でグラスワンダーちょっとグラスワンダーはそんなに上がってくる予定じゃなかったんだけども、まあ一応デバフワンダーっていうつもりで作ってまあ揃ってて、でかつまあね、足パワーが効いちゃったんかな、もしかしてっていう気もせんでもないな。はい。っていう感じで、まあまあまあ、まあ、デバフ盛りつつ、まあでもそんなにデバフバーって感じではなくて、まあ、最悪自分も上がってこれるんだったら上がっていきたいなっていう気持ちが、やや入っているグラスワンダーでしたね。まあ実際そうなったって感じなんですけど。で、メジロライアンは、まあやっぱりアナボリック頼みというか、まあ6位から入ってくれば、まあ、ドンと来れる。ポテンシャルは持ってたんかなっていうところで、まあ、メジロライアンというところでしたね。うん。まあ、実際ちょっとギアシフトとか入ってて、もう かなり、まあ、あの、まあ、これ用じゃないなっていうのが結構ありありと出てるんだけど、まあまあまあ、それでもまあ、ね、あの、この辺のスキルとかは全然あの発動するんで、はい。というところあったんだけど、まあ、今回はちょっとまあ、そこまでは上がってこれずというか、むしろ沈んでった形というところですね。はい。ということで、スコーピオ杯も、なんとか、まあ、結果は残せたというところで、はい。でも、
ろそろ近い、そろそろ多分きついんじゃないかこんな月明けまでそろそろきついんじゃないか。あ、でもまあ、でもとはいえね、あのまあ当日は結構育成はしたんだけどね、はい、2日目の朝からかな、結構頑張ったねっていう感じですか、はい、ラウンド1のねの2日目の朝かな、いや2日目の朝じゃないな、なんかでもとりあえず1勝だけしてて、まあラウンド B じゃ、あのグループ B で2ラウンド入るのは結構決まったから、まあ、若干それでもう、まあ、グループ B でやろうっていう感じで、あと、まあ、多分無理だと思ったからグループ A は、うん、だから、まあ、時間的にねだったんで、まあ、グループ B でどんだけの成果を残せるかなっていうところで、まあ、決勝ラウンドって感じだったんだけど、まあまあでも結果だいぶ良かったんで、はい、まあ、ラッキーってことにしておきたいと思います。はい、まあ、次も、はい、頑張りたいと思いますそれではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。